どうも皆様こんにちは。今回はキングダムカムデリバランス PS4 日本語版錬金術入門を解説します。錬金術をする方法、場所、素材の産地などをまとめさせていただきました。需要のある、救世主のシナプスを例に進めさせていただきます。まず錬金術をするためにはレシピを知らなければいけないんですが、レシピを知るためにはまず本を読めなければいけません。残念ながらヘンリーは本を読むことがまだできません。そこで本の読み方をまず教えてもらいましょう。サブクエストでもありますが、場所はウージッツ。映像にあるマークが特徴の建物の中に書記官がいます。グロスチェンを支払い、数分の簡単なクエストをクリアすれば読書を習得できます。ちなみにクエスト最後の英語の選択肢は適当に選んでいけば大丈夫です。次に錬金術を行うための知識です。錬金術はラッタイの薬屋から訓練で教えてもらいます。この際あんなことをした後になんやかんやみたいな感じのセリフをね言われる場合があるんですけど、それはラッタイっていう町の店主からの評判が悪くなってます。なのでその場合はスリとかね、泥棒とかいっぱいしてるとそうなっちゃうんですけど、どこでもいいので買い物をしたり物を売ったりして評判を回復させてください。でその際に価格交渉はしない方がいいですね。その方が上がる気がします。なのでそういう方法でね上げてください。クエストを進めてももしかして上がるかもしれないね。はい、でこれで、訓練もしていただきましたので知識は揃いました。次に材料です。今回例に挙げる救世主のシナプスのレシピは口述する錬金台にすでに用意されていますので、集めるのは材料だけです。まあ、用意されているのが最初から覚えてるんですかね。まずはイラクサ。これは初期の拠点ペシェクのね、この屋周辺からラッタイ方面、ラッタイの街中っていうか、まあどこでも大体生えてます。群生してることも多いんで、植生学のスキルが上がれば数分でもほんまに100とか普通に集まりますし、なんなら結構余っちゃうようなものですね。錬金術するときの基本みたいなものですね。はい、で材料の中では1つしか必要ないので、救世主のシナプスの場合はね1つしか必要ないので、イラクスを集めた数イコールシナプスを作れる数ですね。で安いので店で買ってもいいんですけど、数がないので圧倒的に自分で集めた方が効率はいいです。次にベラドンナ。これはね少し遠出をしないといけないので、インベントリの空きを十分に空けてね、出発しましょう。場所はノイホフの北西。映像でねマーキングしているエリアに群生しています。まあ、行くルートはね好きに選んでもらえたらいいと思うんですけど、ノイホフまで、ファストトラベルしてその後に向かうのがおすすめです。はい、でクエストを進めると馬が手に入るので、その後でもいいかもしれないですね。結構序盤で手に入ります。はい、到着しました。このピンクがかった花がついている少し背の高い植物、これがベラドンナですね。行ったらすぐ分かると思うんですけど、数はイラクサほどじゃないですけど、これも結構大量に生えてます。くまなく集めれば、50か60はすぐに集まると思いますね。はい、で必要材料で2つ必要なので、ベラドンナを集めた数の半分がシナプスを作れる数です。ちょっと遠いのでできるだけ集めてね、いっぱいまとめて持って帰りましょう。ちなみに植物は 2,3 日でだいたいリスポンスするみたいですね。これ検証したのはイラクサなんですけどね、この周辺のイラクサがどのぐらいリスポンスするかを調べると多分 2,3 日でリスポンします。あとですね、近場で集めることができる場所もありますんで、そちらも解説します。場所はラッタイの東側、お花畑がね並んでいるエリアのこの場所です。イラクサ、ケシ、マリーゴールドも共生しています。取れるベラドンナの数は、頑張って大体40個ぐらいなので、そこまで量がないんでね、まとめて集めるなら先ほどの場所がいいと思います。とにかくイラクサの量がすごく多いので、手っ取り早くねそちらを集める場合は非常におすすめです。さあそれでは知識も材料も揃いましたね。序盤で錬金術ができる場所はラッタイの薬屋の裏側しかないので、そこまで一旦帰りましょう。
ちなみに救世主のシナプスのレシピはここに置いてますが、他の場所にあるかはちょっと確認してないので、ここでやりましょう。多分他の場所でもあると思います、はい、で薬屋の右の路地を入って左側にある扉が錬金台の入り口です。自由に出入りができます。早速始めていきましょう。錬金術を始めるにはまずレシピの確認と準備が必要です。右側を向いてレシピを×ボタンで開く。で R1、L1 ボタンで自分の持ってるレシピはねページ入れ替えれますんで、まあ、それで見ていただいてこれやって思ったら、×ボタンを押して長押ししてもらえれば材料を準備することができます。ちなみに手動で材料を準備することもできます。今回はね救世主のシナプスを例に挙げていきますんで、そちらで進めさせていただきます。で救世主のシナプスの作り方はご覧の通りです。レシピにも書いてあります。材料はワイン、イラクサが1つ、ベラドンナが2つ。イラクサを2回沸騰させ細かく引いた2つまみのベラドンナを投入、最後にもう一度沸騰させれば完成です。序盤は1回でも工程を間違えると失敗するので、慣れないうちはゆっくりと作業しましょう。で序盤はと言ったのはスキルを取るとね、1回ぐらい失敗しても大丈夫みたいなスキルも取れますし、もう最終的には自動で作るみたいなのもありますんで、まずはとにかく作りまくるってことですね。でちなみにワインっていうのはアイテムのワインではなく、あらかじめここに用意されているものなので安心してくださいね。まず左側にあるワインを使用して中央の大釜に注ぎます。で次に右側の材料からイラクサを一つまみ取って大釜に投入します。次はふいごです。ふいごは火をつける役割があって、煮え立たせたりとか沸騰させたりできます。基本的に2回で火が結構つきます。で3回目ぐらいで沸騰させれます。ただその、沸騰するっていうのはお鍋がねブク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 してる状態が沸騰なので、3回やれば OK ってわけではないです。ちゃんと大釜を見ながらね、ちょっとこれは映像では慣れてるんで見ながらやってないですけど、大釜を見ながらブクブクしだしたら OK ね、はい、で今回は沸騰2回なので、沸騰を3回操作して大釜がブクブク泡立ってるのを確認します。で泡立たなければもう1回ダメ押しでねやってもらって、で作業するスピードによっても沸騰が遅れたりねするんで、大釜を見ながら作業はしましょう。でちなみに私は1回目の沸騰の間にベラドンナをすりこぎに入れてますね。時間短縮ですね、はい、1回目の沸騰が終わったら2回目の沸騰同じように作業しましょう。1回目の沸騰が終わったらやってくださいね。で2回目の沸騰の間に、ベラドンナを引いていきます。沸騰が終わったらもうすぐ投入してください。多分引いてる間に終わってるはずなんでね。で使用するベラドンナは2つまみなので、ちゃんと2回つまんでねすりこぎに入れましょう。一気に入れて大丈夫なんで。そしたら3回目の沸騰、これが終われば完成です。左側にある薬瓶を手に取って大釜から注ぎましょう。火がついてても大丈夫ですけど、沸騰中は入れないでくださいね。で手順が間違っていなければこれで完成するはずです。じゃあここでもう一度作成している場面だけをねちょっとノーカットで見ていただきます。どうぞ。
まあこんな感じですね。もし失敗した場合は材料の数であったりとか沸騰させたタイミングであったりとかが間違っている可能性があるので丁寧にねもう一回確認してやってみることをお勧めします。で何度も繰り返し制作しているとスキルも上がっていきます。でスキル上げは序盤やったらねマリーゴールドの調合者やったかな、マリーゴールドの回復薬みたいなあれがおすすめですね。結構簡単に作れるので、で最終的にはレシピを見てボタンを押すだけで自動で3つ作れたりとかかなりの金策になるんで本当に材料集めていってパパーと作ったらもう2000、3000と普通に稼げるようになっちゃうので錬金術は極めると非常にお金になります。ただスキル上げは結構根気がいるんでもうとにかくねもうこの世界に入り浸ったつもりで今の手順でもひたすら作り続けてください。はい。で他のレシピに関しては、購入したりとか、盗んだりやったりとかした後に座った状態で読むを選択すれば読書みたいにね時間かけてやらんでもパッて覚えれますんでお試しください。では今回の解説は以上です。キングダムカムデリバランスの実況のほか特に笑えたりとかみんなと楽しんだりできることを大切にするチャンネルを目指します。ご視聴ありがとうございました。